はい、どうも、うまやまです。よろしくお願いします。今回はですね、今年2023年の2月に3年ぶりですかね、ハワイに行かせてもらいました。今回ハワイに行った理由ですが、プナホースクールという学校で行われるプナホーカーニバル、この時にレイを作って、訪れた人たちがですね、レイをつけて楽しむ、そういったところに、レイを作ることをボランティアに行ってきました。その、模様とか、僕がハワイに行った時の様子なんかの写真とか動画を見ながら、ちょっとどんなことだったんだよみたいな話を振り返れる、そんなことができたらいいなと思っています。ではですね、今回の旅のちょっと概要みたいなものを先にちょっと説明させていただきたいと思います。今回は2月の1日から、出発して7日に帰国しました。なので、ハワイへの滞在は1日、2日、3日、4日、5日、6日に帰るからね。まあ、5泊か。ちょっと僕もちょっとよくわかんないんですけど、まあそんなです。1日はですね、着いて、すぐにも、レイメイキングをし、そして、2日目の2月2日ですね、この日はですね、カーニバルの設営日ということでお休み、そして3日4日、これがカーニバル本番です。そして5日がまたお休み。この説明が必要かどうかわかんないけど、まあそんなところだったんですね。それで6日に帰るということでした。じゃあ、まずはですね、写真とか動画を見ながら説明していきたいと思いますんで、よろしくお願いします。まずですね、一番最初のこれですけど、まあ、見てわかる通り、飛行機の中ですね、機内食が出て、お箸の袋が出たから、せっかくだからバラ作るかっていうことで、またバラを作ってるということです。ということで、バラを作ってごちそうさまっていうことでした。続いて、文ちゃんをね、ハワイまで連れてってあげようと思って一緒に連れて行きました、ね。ハワイの空の旅はどうだったのかちょっとわからないですけど、そして空港についてですね、アンティグエンテ、1回目のプナホーカーニバルの時からですね、お世話になっているアンティがいらっしゃいまして、僕は今回参加するっていうことを伝えたら、もうじゃあ迎えに行くから待ってなさいって言ってくれたんですよね。それで迎えに来てもらって、実はですね、僕は着いたのは2月1日ですが、プナホーカーニバルの、全体、たくさんの人がこう集まって礼を作る日っていうのはですね、今年は1月の31日と2月1日の2日間だったんですね。僕初日参加できなかったんですよ。なので初日参加できなくて、申し訳ない気持ちというかね、残念な気持ち、そして2月1日だけの準備期間だったんだとしたら、もうその1日なるべく無駄にしないで1本でも多く編みたいんですっていうふうに伝えたんですよね。そうしたらね、今回一般の人たちは夕方から集まって作るんだけど、実はそのマスターレイメーカーさんたち、レジェンドのような方々ですよね。マスターレイメーカーさんたちは朝からある場所でレイを作ってるんだっていう話になって、で今回特別にそこに入る許可を取ったから、朝空港からその場所に送り届けるから、夕方迎えに行くまでそこでレイを作らせてもらいなさいって言われて、すごくびっくりしたんですよね。やっぱりこう限られた人のエリアなんで、日本から来た僕がそんなところにこう入っていいのかどうかみたいなこととかもね、ちょっと心配になったりとかもしたし、まあもし本当にそこに入っていいんだったとしたら、こんなに光栄なことはないしということで、まあドキドキと
なんかそわそわっていうか嬉しいような心配のようなっていう中で、送っていただいて、まあ、そのエリアに場所に到着しました。まあ、こんな感じでね、みんなお花が並んでるところから思い思いにお花を選択して、それで自分の霊を作っていくって感じなんです。僕も早速、まあ、こう机に道具広げて、それで準備開始で作り始めていきます。まあ、これが一発目の第一歩、パラパラ絵をね置いたところだったんですけど、まあそうなんです。まあビリなんで、通常、まあここで作る場合はちゃんとパラパラシダを後ろに入れて、体に当たるところが心地よくつけられるようにっていうことをですね、注意して作っていきます。でもこう作ってる過程の写真があったりとかね、やっぱりその日本で使う花と花の、まあ、顔ぶれが違うんで、もちろん作ってて、まあ、楽しいっていうか新鮮な気持ちっていうのかな、またここに戻ってきたんだなみたいな、まあそうやって言うとちょっと聞こえはいいですけどね、まあとにかくこの時はまあピリピリしてたと思う。なんて言うんだろう、いろんな人が あの人初めて見るなみたいなことだったりとか、もちろん見かけたことあるなって思ってくれてる人もいたと思いますけど、やっぱり何をどんなもん作るんだろうなみたいなとこだったと思うんで、とにかくまあ作ることに集中してたと思いますね。こんな感じでたくさんのメンバーがいらっしゃいますけども、今ちょうどですねお昼ですよみたいな感じで、まあこのエリアケータリングのでこうご飯作ってサーブしてくれる人が来てくれて、皆さんに食事をっていうことだったんですよね。すごいなと思いましたけど、ちなみに見覚えのある方もいらっしゃるかもしれませんが、一番手前はですね、クムカレオトリニダットですね、何本か作られてから帰られましたけど、まあもちろんね皆さんこう顔見知りでおしゃべりとかしながらやられてました。これがその時、いただいたお昼、何だったのかもう忘れちゃった美味しかったけど、もうなんかそう味わうよりもとにかくパッて食べてまた作んなきゃっていう思いの方があって、なんかこのレタスに巻いてあるやつがなんだろう、なんか謎の春巻きみたいな甘いような、なんだろうね、タピオカサンドにも似てたなみたいな感じです。なんか何料理なのかは分かんないですけど美味しかったですそしてね、こんな、まあ、プナホースクールですからね、まあ、こういうカラーリング、プナホのカラーって言ったらね、こんなカラーリングなんですね。まあ、そういうのもやっぱ作ってみようかなと思ってお花を選んで作ってみたり、この黄色いのはですねカップ&ソーサーってみんな呼んでいましたけど、まあ、ブーゲンビリアの一種だと思ったらいいんじゃないかなと思うんですよね。今回僕このお花に結構助けられたっていうか、まああんまり地元の人がそんなにたくさん使ってなかったんで、僕はこれを結構メインに使ったことが多かったかなと思いました。この感じ近くで見るとね、かわいいね。そしてあとオレンジのこの花もすごく使いましたね。なぜならば他の人があんまり使わないで残ってたからっていうのがあります。これは日本だとカエンカズラって言ってね、どこだろうな、沖縄行った時に結構バーッと咲いてるの見たことあるけど、沖縄じゃなくても咲いてるとは思うんですけどね、これもすごく重宝しましたね。重宝したっていうか、まあそうだね。でこれがまあその作ってる時の風景っていうか動画ですね。なかなかこう皆さんを撮るわけにもいかなかったんで、自分がちょっとやってるところだけちょこっと撮りましたけどそうなんです。まあ緊張感が伝わるかどうかわかんないですけど、そわそわしながら言ってました。でこれもそのラフィアはもうね、作るようにセットしてくれてて、もう先頭もねちゃんとネジネジしてあるものが配られるっていうか準備されてて、もうとにかくすぐ作ることに入れるようにっていうふうにケアされてました。これがその時作った例ですね。
そしてもうこれあれです。4時が近くなって、このマスターたちのこの場所での作戦に関しては解散ということになるってことです。でこの後僕は、一般の会場の方に4時からスタートする一般の会場の方に、向かっていくってことです。ちなみに真ん中に立ってらっしゃる男性、これマスターレメーカー のビルチャーさんですね。はい。そしてこうやって車で歩いていこうと思ったら、ちょっと遠いから乗せてあげるわよって言って、みんなね、あっち乗れみたいな感じとかで乗せてくれて、会場に着きました。そして一般の会場に着いたらですね、この名札みたいなものをいただいて、名札で誰なのかすぐ分かるようにっていうことで、名前書いて、それで作成することをスタートしました。このエプロンですけど、マスターレイメーカーのね、うちの一人の方に、これ年配の女性しかつけないけどあなたにあげるわって言われてそう言われたらつけるしかないからね、はい、これはつけさせてもらいました。ちなみに今日この日つけてるデイは、空港でアンティグエンがピックアップしてくれた時に、アンティグエンがくれたプレゼントしてくれたレイですね。シガフラワーですね。そして、たくさんの人が集まる中でどんどん作業をしていきます。さっきのマスターのたちと一緒にやってた時はリリーでやったんですけど、用意したティリーフを、こっちの会場では使って白で選んできました。これ彼女のことを、知ってる方も多いと思いますけども、レメカのメレアナですね。彼女も、プナホカニバル、プナホの、出身なので、明日顔を出してきてくれて、せっかくだから記念に写真撮ろうって言ってくれて写真撮った1枚ですね。そしてなんと夜ご飯もサーブされるっていう、カレーライスだったかな、これを食べて、そしてまた作るみたいなこれでもあれですね、前後してるけど、これはその夜の会場じゃなくて、これ写真前後しちゃってるね。これマスターのところですね。後ろに、写ってる方はホノルルのレイディのジャッジを務められてるアンティです。こんな感じで作っていくんですよっていうことですね。そして作られた、みんなが作ったレイっていうのはですね、販売を統括するところに、持ってかれて、でそこで検品したりとか、そのレイの作り上げられたレイのクオリティによって、プライスが付けられるということです。今年は15ドルから50ドルですね。内容とかサイズとかいろんなことによって変えられるということでした。そして1日目ですね、怒涛の1日目。9時に着いて夜9時までレイを作るっていう、そういう1日目だったんですけど、アンティたちに、ホテルまで送ってもらって、この日終了っていうことでした。